演学寺市十層石塔は、大韓民国ソウル特別史上6のタップコル公園に、ある、朝鮮王朝時代の石灯。1962年12月20日、韓国の国宝第2号に指定された、朝鮮総督府の発行した朝鮮古籍図布十三巻より、1947年に、上部の三層が復元される前の十層石灯1467年に、 気づかれたことが、塔の上部の名からわかる。大理石製で高さは12メートル。三層の気団と十層の陶身を持ち、陶身には人物や草花、竜や獅子などの文様が用刻されている。上部三層は崩れていたため長らく下されていたが、1947年に現状に復旧された。表面の損傷が激しくなったため、2000年には、 ガラスケースを設置している。この付近にはかつて、高麗時代以来の古刹であった、幸福寺という寺があり、李氏朝鮮を建てた、大祖李政景の代には、総慶州の本山とされたが、後に仏教抑圧政策で荒廃した。第七大国王の清祖は1464年、自らの犯してきた摂政を食いるために、幸福寺を遠楽寺と解消して拡大し、多くの道具や門。 大蔵教殿、そして現在も残る十層石塔を建てた。しかし1504年、仏教排斥に熱心だった第十代国王、つばめ山くんは、演楽寺を廃止し、翌年には、寺の建物に音楽を管轄する手の平楽院を移転させ、キーさんも置いて、王の協楽の場へと変えてしまった。以後、仏教寺院再興の機会は、アソンや、ジュシラの反対で頓挫した。 中層の台の1514年頃にはまだ建物の多くが残っていたとされるが、1519年には大部分が消え失せており、10層石塔のみが残った。市内からよく見える、この石塔の周囲が後にタップコール公園となっている。ありがとうございます。